名曲いい曲数あれどヒットするには秘訣あり。それは一体どんなこと？だったら聞いてよこの話。さてご当地ソング、うん、もう四十七都道府県まあ、必ずあります。はい。ただ偏りはあるんですね。ああそうみたいですね。言っても東京が一番多いと僕は聞きました。ああ。 うん、でも京都もももも大阪ももちろんいわゆるご当地ソングもう水森かおりさんなんてのはもういずれ47都道府県をもう制覇するそんな勢いでございますけれど私郷田道人さん郷田道人さんがお書きになりました「あなたの町のご当地ソングザ・ベスト10」という本を持っておりまして、はい、この郷田さんが全国各地を回れまして全国各地を回られましてそして地元で あななたが好きな曲ご当地の曲は何ですか、うん、と、まあ、まめに聞いて回って47都道府県のベスト10をお作りになったわけでございま長崎でいいきたいと思います、うんはい、で一応ご紹介いたしますとこの長崎県のご当地ソングのベスト1010 10位が春日八郎さんの「長崎の人」うん、9位が「四暗橋ブルース」うん、8位が「長崎物語」 7位が「島原地方の子守唄6位が「長崎ブルース」青江みなさん5位が「蝶々夫人」これはオペラ三浦玉城さん,なん,かんある晴れた日にですね、うん、そして4位が瀬川栄子さんの「長崎の夜は紫」第3位は「長崎の鐘」第2位が「小霊流し」「グレープ」うん、あーさだ、まあ、まさしさんのグレープ、うん、そして1位は「長崎は今日も雨だった」。さあ 今もご紹介した9位に入っている「シアンバシブルース」を聞いていただきましょうそしていつの間にか「雨のオランダ坂」という大ヒット曲もかつてありましたが長崎には「雨が合う」ということで、うん、ほとんどの歌に雨が織り込まれておりますこの歌もじっくり歌詞を確かめながらお聴きください。中井明高橋勝と コロラティーででお聞ききいいたただまましたシアンバシブルースでございました、えー、このダ田光人さんの本によりますと長崎の降水量年平均これもちょっと前のデータではあるんですが、はい、2,000ミリ47都道府県の中で特別雨が際立って多い県ではないんですねむしろあのそれこそ北陸とか新潟とかああいう雪の多いところ。はいはい あれが春になって雪解け水になっていわゆる降水量として考えると結構多いんですね。でまあ高知とか、うん、あのあたりも台風なんかで一時にどさっと雨を降らせるところがさっきも言いましたように渡辺浜子さんが歌った「雨のオランダ坂」この曲だけがそのせいじゃないんですが長崎といえば。 雨雨が合うという,うんそんな歌がたくさんありまして、うんうん、で観光客はまあどこへ行ってもやっぱ晴れてほしいですそりゃそうですね傘さしてね観光するのはわざらしいと言えばいところが長崎行って観光客が雨降ってきても文句言わない、うん、あ,あ長崎歌これやむしろこれ長崎らしいんじゃないそん <laughs> なことをねあのフェグマをおっしゃらないうーん、うん、得なん ね、長崎の観光局は遠くや思いますよまですね,ね晴れでもいいしねいやもちろん晴れでもいいし曇りでもいいし雨でもいいしただ雨の長崎をもちろん決定付けたのはさっきのご当地ソングトップに輝いておりますやっぱりこの曲でしょう内山田博史とクールファイブ長崎は今日も雨だった 内山ロシとクールファイブでおなじみの大ヒット曲「長崎は今日も雨だった」あの歌謡曲には「アンサーソング」があるってなことをこの番組前ご紹介してクイズにもさせていただきました、はい、京都から博多まで<え>藤恵子さんこれヒット曲ですね、うん、え女性が京都から博多まで行って「うん、博多に何年いたでしょうか?うんうん」彼を探して、ね、何年いたでしょうかというクイズを出させていただいて正解は「2年でした」。年経って 私は京都へ帰りますという曲がこれまた藤恵子さんで出たんですね、うん、さあこの長崎は今日も雨だったまあこれもアンサーソングと言っていいんでしょうねあるグループが歌っておりましてゆっくり申し上げます、えー、長崎今日は花曇り長崎今日は花曇り、はい 長崎の今日は晴れだった。長崎今日も傘の花。こんな長いことお書きにいただかなくて結構でございます。花曇りでしょうか。晴れでしょうか。傘でしょうか。傘の花でしょうか。もう一度申し上げます。長崎今日は花曇り。長崎の今日は晴れだった。 長崎今日も傘の花この三つの中から花曇りでしょうか晴れでしょうか傘でしょうか傘の花でしょうかお考えをいただいてお出しいただきたいと思います後ほど一曲かかりますがその間にもじっくりお考えいただきたいとこれ本当はもっとね <laughs> あのクールファイブの前に言わないといいなと私はその忙しさでちょっと私 <laughs> うっかりしておりました <laughs> はい分かったとおっる方お答えを書いてメールかファックスでお送りくださいメールの方はのむらアットマーク OBC1314.co.jpnomura.co. アットマーク OBC1314.co.jp ファックスは0665770301 06までお寄せください正解された方の中から3000円分のクオーカードをお一人にプレゼント答え合わせは7時5分ごろです このコーナーは YouTube、ラジオ大阪チャンネルでも配信中です。そちらの方でもお楽しみください。はい、長崎は今日も雨だったのアンサーソングと申し上げておきましょうか。そのタイトルは、長崎今日は花曇り。一番、二番、長崎の今日は晴れだった。三番、長崎今日も傘の花。 はい、三つの中から、もう一つお選びいただいて、お待ちしております。はい、締め切りは七時でございます。